SP 水曜劇場をご覧の皆さん、どうもキング&ヘビーでーす。ヘビーはですね、旗揚げ公演東京ブラストーリーから1年3ヶ月の時を経て、同じく増えたヘップホールにて5月13日から15日ラジオドッグという作品をやります。はい、今回も素敵なゲストの皆さんをお迎えしてね、本当にいい面白い、勢いのある素敵な作品となっておりますので、ぜひぜひ皆さん、ぜひ劇場に生で見に来てください。あ、そう、あのチラシを3種類ご用意しております。この赤と黄色と青、3種類集めて、ですね、会場に来ていただくととてもハッピーなことがございますので、皆様ぜひいろんなところでこのチラシ3種類ゲットしてみてください。はい、それでは皆さん劇場でお待ちしてます。待ってまーす。